はい、あそこが頂上ですね。あ、本当だ。ここは本6合目です。こんな感じ。もうやばい。7合目です。ちょっとあっち。3090m。そう。さあ8合目交代失点か合宿発表。あ、みんな一生懸命やってた。もう目の前見えてます。8合目、今ここ8合目取り、ここ書いてるんだよっ。8合目到着しました。海抜見ると海抜3400m。ちょっとじゃあ鈴木さんカメラ前。はい、鈴木さんです。おお、チロリとね。ちょっと雲かな。におります。ですね。今日素晴らしいルートから来てるから、東京から。山梨と、静岡の県境です。だそうです。じゃあちょっと山梨県にお邪魔して。よいしょ、お邪魔します。8号車でですね、主に目指していきたいと思います。3450m しか上がって、まだ標高3450m、だからあと 300m 少々ですね、頂上まで。高山病の手も出てきて、9号目かな。で、その次が頂上と、はい、9号目標高3600m、今日山頂まであと400。9合目を出発しました。やめたい。13時3分ですね。今9合目と10合目のちょうど間らへん、真ん中らへんに鳥居映ってるかな。 あれね、鳥居しっかり見えました。あれがゴール。苦しい。あ、苦しい。よいしょ。着いたね。着いたよ。この鳥をくぐれば。おう、疲れ。あれ。疲れた。髪の毛が。疲れた。よし。ホルくん。くぐれ。くぐれ。レッツゴー、ホルくん。いいよ。はい。あ、くぐった。到着。お待たせしました。まだ登るけど、やっと着いた。着いた。回って、こっから、あ、逆光かな。はい、ここだ。おっかねー。おっかねー。名残惜しいですけど、もう帰ります。はい、今下山途中でございます。すごい傾斜、怖いです。角度が非常に急なので、
金7合目しましょう。いくつだかな。疲れちゃったよ。あとちょっと頑張るよ。大砂走りの終点になるのか、青は、走っております。絶景5合目下りの最後の山小屋ですね。ここから降りるとあとは30分、1000メートル。あ、マジさ、本当だ。ああ、下側です。Thank you.